グラーフ・フォン・ゲッツェンは、ドイツが、ドイツ領東アフリカのタンガニーカ湖で運行するために、貨客船として建造され、第一次世界大戦時に、ドイツ帝国海軍に接収されて奉還に、改装されて運用された船舶である。船名は探検家にして、ドイツ領東アフリカ総督であったグスタフ・アドルフ・フォン、ゲッツェンにちなむ。ニチナム 温泉は1916年に受賃したものの1924年にサルベージュされ、1927年に貨客船リレンバとして運航を再開。建造から100年以上経った2015年現在も現役で運航されている世界で最も古い船の一つである。グラーフ・フォン・ゲッツェンは単純過去向けの貨客船としてマイヤー・ベルフトで建造され、 完成後に分解されて輸送され、タンガニーカ湖畔で現地組み立てされて1913年に収益した。1等乗客18人、2等乗客16人、3等乗客350人の輸送能力があった。グラーフ,フォン月船10.5センチメートル速射砲を運用するグラーフ,フォン月戦乗員。本艦は元が客船であるために武装を搭載する必要が、 あった。挑発された際にルフィジ川での戦いで大破、着手したドイツ海軍防護巡洋艦、ケイニヒスベルクの武装をドイツ陸軍が回収していた。この武装の一部が1916年日本艦に搭載された。本艦の手砲には、クルップ1900年型 s k l 4 0 5トル速射砲が搭載された。その性能は、 重量1 7 4ラムの砲弾を、行角30度で、最大射程1200メートルまで飛ばせた。これを棒立てのついた、単装砲がで監首に一機を搭載した。砲がの方針の上下角度は、行角30度、深く6度で、旋回角度は360度の旋回角度を持っていたが、実際は、上部構造物により射界に制限があった。 砲画の旋回、不行角、装填は、人力で、装填形式は、どの角度からでも装填ができる、自由角度装填方式を採用しており、毎分10発が可能であった。他に近接戦闘用に、フランスオチキス射程3.7センチメートル5連装、ガトリング砲を2機装備した。ドイツ領東アフリカの地図。キゴナ港は、 タンガニーカ湖の左上側に位置する心臓寺の本館の模型1心臓寺の本館の模型2第1次世界大戦時グラーフフォン月戦が収益していたタンガニーカ湖の周囲ではイギリス陸軍とドイツ陸軍が交戦していたこのため物資の水上輸送路としてタンガニーカ湖の存在が両軍で重要視され古城でもイギリス海軍と ドイツ海軍との間で戦闘が行われるまでに、時間はかからなかった。イギリス海軍は、モーターランチ、ミーミー、トゥトゥを持ち込み、1915年12月に、ドイツ海軍の砲艦ピンガニを撃破して露革。続いての戦闘では、武装商船、ヘイドビヒフォン、ビスマン、ヘドウィグフォン・ウィスマンを撃沈した。このため、ドイツ海軍は、グラーフフォン・を挑発して、 特設砲艦として改装させた。本艦は、キゴマ港を拠点にして活動し始めた。しかし、連合国軍の構成により、ドイツ海軍は、キゴマ港からの撤退を余儀なくされ、本艦は、イギリス海軍による路獲を防ぐために1916年7月26日に、自沈した。間もなく、 陸上での戦いでもドイツ陸軍は敗退して、タンガニーカコは連合国軍の支配下に置かれた。イギリスは1924年に、本艦の引上げを行い、修理の上、船名を、利現場に、改めて1927年5月16日から、火客船として、タンガニーカコでの運航を開始した。建造から100年以上経った2015年現在も、現役で運航しており、 世界で最も古い船の一つとされている。1935年のセシル・スコット・フォレスターの小説アフリカの女王及び同性原作とする1951年の映画アフリカの女王は本船から着想を得たものである。ありがとうございます。